西口真潮駅は千葉県柏市真潮一丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅番号は TD26。駅ホーム相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。ホームマイナス改札内コンコース館と東口で入り口から改札外コンコース館をそれぞれ連絡するエスカレーターが設置されている。その他、二千十一年には ホーム、マイナス改札外コンコース館と出入り口から改札内コンコース館をそれぞれ連絡するエレベーターも設置された。2011年度に駅構内の案内板はピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった釣りか式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。駅構内に マシオ駅皮膚科形成外科、荒井地備院校科クリニック、マシオ科が設置されている。2019年度の1日平均上降人員は13,089人である。近年の1日平均上降乗車人員の推移は、下表の通りである。東口駅前にはロータリーが整備されており、東側を千葉県道51号市川柏線、南側を 千葉県道2 8 5号、白井流山線が走る。千葉県立柏南高等学校、広畑八幡宮いずれの路線も本数は少ない。西口から徒歩約15分程度のところにあり、後日の南柏07系統も経由する、マシオニュータウン停留所からは光が丘、南柏方面に1時間に5本前後、運行されている。ありがとうございます。